でいらっしゃるんでしょ。いやでもやっぱりなんかありますよ、いろいろ。それはまあ普通に疲れやすいとかそういうことです。疲れやすいとか、まあ、生活が不規則なんで、なんかね、年々太っていくとか。いやそんな、まあ、あれでしょうけど、まああれですか、やっぱ不規則だからやっぱり夜もこういうふうな仕事あったり。そうですね、夜、そうですね、食事の時間とかすごい不規則だったり。あ、そうですか。そうです。それはもう仕事が夜に入っちゃったりなんかするからなんですか、食事が。それもあるし、あとまあ、あの主人がね、はい、帰ってくる時間に合わせてたりとかしたら、ね、ご主人もやっぱりこういうふうな。いや、普通の会社員なんですけど、はい、あのまあ、忙しい時期にはね、すごい残業があったりとか、うん、終電で帰ってきたりとかあるんで。ああ、そうですか。うん、じゃあそれまで待って。そうなんですよ。いや、でもそれは素晴らしいと思います。今ですね、患者さんとこういろいろ話すじゃないですか。もううちの主人があの遅いからもう寝ちゃうのって。もう10時に寝ちゃうのとか。やっぱりね、うちの母親は、うん、やっぱサブさんと同じで、うん、あのね、待ってました。もう遅くなっても午前様でも待ってたタイプですね、やっぱり昔の人ですから。やっぱり大黒柱がね、外で仕事をしてくるんだからみたいな形で。やっぱりそれがやっぱりいいと思いますよね。寝ちゃえば気楽で自分も健康的なんですけどね、うん、でもやっぱり何かね、男としてやっぱりそういう風に妻が自分が一生懸命働いてるのを、うんうん、ちゃんと待っててくれるって、なんかこうジーンと違いますか。そうですか。じゃあ頑張ろう。それはね、すごいいいと思いますね。じゃあ頑張ります、うん、いいと思いますよ。本当ですか、うん、だからね、患者さんとのやり取りでも、うん、やっぱりさっきの話にも繰り返しない、でそういうふうに言うじゃないですか、うん、なんか寂しい気がする、あの気しますね。いや旦那さんちょっとかわいそうじゃないかなとかね。なるほど、うん、でたまに、軽く行っちゃうときありますよ、うん、いや旦那さんも待っててもらったらすごい嬉しいと思いますよとか。なるほど、はい、うん